こんばんにちは、いつげです。はい、今日もね、ガンダムオンライン実況プレイしていきたいと思います。はい。ということでね、皆さん、まあね、タイトルにも書いています通り、私、ドン、あ、間違えた、ドン、はい、大将になりました。やっとですよ、やっと。やっとだよ、本当にもう、どんだけ頑張ったか。頑張ってたらすぐなってるか。はい、ということでね、まあいっぱいしてますけど、はい、一回撮ったんですけど、ボコボコだにされて、はい、やめました。はい、まあまあ、結構5位とかなったんですけどね、まあ、ねえ、なんていうかな、堂々した試合だったんでやめました。はい、ということで、今日の戦場はニューヨークですね。あの、横、突ニューヨークで、はい、そうです。はい、その前に一つだけ、はい、私酔っております。ビール飲んで酔っております。はい、まあそれは置いといて、今日使っていく機体はサンダーボルト2機とジェスタとデザートジム強襲ですね。ガチパーティーです。はい。はい、私がね、この大将になれた、なんていうかな、なれたきっかけというか、おかしいか、それは。まあね、一番でかいのがね、この2機だよ。このね、サンダーボルトにね、私は救われましたよ、本当に。でも先週のマップあるんですけど、宇宙のグリプスとかあったじゃないですか。そこでね、もうこの2機がどれだけ活躍したか。はい、あの2機のおかげで、私あの拠点、敵拠点にダメージ与えてポイント700ポイントとか普通に超えちゃって、普通ではないか、500以上か、はい、まあ、300以上軽く稼いでましたね、先週のマップですけど。はい、それもね、あのサンダーボルトの盾のおかげですね。はい、もうあれはね、半端ない、優秀すぎるね、突機体ですよ。はい、皆さん一つだけ言っておきます、サンダーボルトはね、本当に強いですよ。強いというかね、突力が半端ない。あの盾で突っ込んで敵の拠点にビームライフル撃てば相当なダメージ入りますからね。あれ一発で確か3000以上のダメージあるんで。あぶね、やばい、集中集中しろ、急げ、この下にいる。あ、ちょ、ダメ、ダメ。はい、ということで A から出撃でございます。はい、ここの正面にね、敵さんがいるんですよね。なんか下から湧いてるんで、あ、でも倒したね、 OK ってことで、位置取りに行きたいと思います。うん、上から行きたいね。あ、でもキュベレーがいるからちょっと厄介、隠れながら行こうか。
ちょっとね、嫌がらせしたいと思います。はい、酔っている私はちょっとせこいですよ。さあ、ジオンよ、水剣の急ぎがね、あ、逃げたね。でも位置取りは大きいですね。はい、私がね、今一番やりたいのは位置取ってからの、はい、トツなんですよね。いるね、右側にレーダー置かれている。多分右上、あ、違う、ん、近い近い、あった、中か、あ、後ろあるじゃん。マジかよ、もったいない。もうしゃあないしゃあない、そんなにいないんですね。なのでちょっと突っ込んでみましょうか。あ、やべ、来てるね。上から来る。おー、ちょ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 、やばいね。やばいね、やばいね。ちょ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 、ダメ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 。多分ね、下から来ると思うんだ。来なかったらそのまま上から行きますけど、来ると思うんだよね。来ないか、来なかったね。もう一度は来ましょう。敵さんも多分ね、トツ狙ってるんですよね、これ。行きたいなぁ。こいつのね、こいつのトツ力を見せたい、みんなに。こいつのトツ力を。ちょっと待って、なんかいるね。いるか、あっちそこは任せましょう。ダメ、隠れながら、隠れながら。マップをちっちゃく。よし、いける。おいしょ、効かんな。効かんな、テトラよ。あ、一旦帰りましょう。皆さん見ましたか、この防御力を。半端ねえな、マジで。はい、ということでね、どうしようかな、ちょっとね、突ろうにも突れない状況でございます。はいはいはい、わかりました。この場合だと敵の拠点5、敵の拠点5を上からね、強襲するのが一番いいかなと思っております。いるのは分かってるんだよ。よいしょ。さあ、マップちっちゃく攻撃だっと、いってー、綺麗に外しちゃった。ちょっと見ながら行こうか。あと裏側にいるんだよね、スナイパー。スナイパーはいない。右側に味方スタンがいる。また、こいつはちょいと下がった方がいいっすね。あ、マジっすか。あ、ちょ、あー、今のダメージ絶対最高、最高作だね、あれ。おい、ちょ、嘘でしょ、マジで。はい、ということで次こそトッツを決めたいと思います。頼むぜ、フルアーマー、サンダーボルト、俺に力を貸してくれ。レーダーだったんでここは突っ込みます。
ゴー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 、きたー。はい、こんな感じですね。素晴らしい、本当にこの硬さもう好きです。もうこれはね、金図を狙わざるを得ないんですよね、確実に。あいつ何飛んでんだ、のこのあるのか、いる、ケンプがいる、一撃か、エグザムか。さあ、私の相棒ジェスタ来ます。この子はね、あのロケ州レベル3だったんですけど、はい、買ってレベル4まで上げました。さあ、裏側にいますね、いますね。ああ、いいね、えなりってのは悪くないんだよ。そうそうそう、もしかしたら私は今倒されてたかもしれないっていうね、可能性もなくはないので、残念。もうちょ、ここは一旦引きましょうか。うん、ここで今戦ってもあんまり良くないので、一旦マップを大きくして補給まで下がりましょう。本当にジェスターは強いよね。うん、この子はね、正直強いっす。ロケ州婚活も多分あったような気がするんですけど、まあ、私がおすすめするのはやっぱロケ州ですね。はい、非常にというか、なんかいる、なんかいる、なんかいる、何かがいる、なんだ、倒したか、もらった。さあ、近くに、前にいるね、上か、あ、ちょちょ、次やわ、よし。サイコザクなんてね、正直あんま怖くないんだよね。先に撃ってひるませればいい話なので、そんなにこ、何、まあ一旦帰ろうか、あまり良くないですね。これは帰ろう、補給まで帰りましょう、もう一回。よいしょ、おー、助かるわー、ミディアさん。はー、あ、盾壊れてんだ、気づかなかった。ね、もう一度言っておきます、皆さん、私酔っております。はい、結構ね、酔うとね、なかなか活躍したりするんですよね。なんだろうね、動きが結構単調になるんですけど、酔った時って。でもそれで逆に、なんていうかな、恐れを知らない分動きやすいんですよね。突っ込むだけでこうやって、今の当たらんかったか、うん、恐れなんてね、立ち止まるだけですから、ビビってちゃしょうがない。トツのお時間です、薄毛のトツのお時間でございますと。さあ、トツルートはもうね、分かっております。あいつに見つからなければ OK、 多分見られてたよね。あ、バレてない、バレてない、
こいつはいいぞ、こいつはいいぞ、こいつの下通っていけたら確実にと釣れますね。あ、これもらいましたわ。はい、来た。もう一回と釣れるね。あ、来てたの来てたの、ギミ。はい、ということで2回目行きたいと思います。どんどんと釣っていこう。はい、こんな感じでね、敵さんがなんていうかレーダーがあっても、はい、間に合わないんですよね、こいつの耐久力にね。うん何言ってんのか自分でもよくわからないんですが、簡単に言うとスーパーと突きたいっていう話です。すごいドキドキしておられる私。あ、え、何、えっはい、ということで4番クラッシュ続きでございます。ここからはジェスタとこのね、ジムデザートジム教習で遊んでいきたいと思います。でもね、そんなスナイパーとかいないんで、いたとしてもね、そんなに毎回狙われるってわけじゃないんで、飛んでもあまりね。こういうのはね、こうやってミスった計画ミスったわ。はい、ということで来ましたよ、この機体。はい、私大好きこの機体。はい、ゴックさんでございますね。さあさあ、敵さんが溜まってるところに打ち込みたい。このね、実技ミサイルはね。はい、お疲れ。外したし薄毛ミサイル外したし。はい、お疲れ。あー、やられたはい、ということでジェスタで出撃。右になんかいる。さあ、倒しに行こうか。ちょっとね、上でルンルンしてますからね、あいつ。当たんねー。あー、素晴らしい。もういいや。あいつは多分ね、ポイントうまうましたかったんだろうね。ということで、私はそのまままっすぐ行きたいと思います。なんかロックオンされた。なんだなんだ、誰だ、いないな。そのまま Z 行こうか。 Z 行きましょう。このまま Z に突入たいと思います。正面敵なし。いるか、まあ、いるでしょうね。あら、オッケー、アシストうまうまでございます。はい、来た。はい、残念。引っかかるこの段差、この段差に引っかかるか。さすがにすげえ。はい、ということでさっきのはデジャブってことで、もう一回いきましょう。さあ、地下からいきますよ私。多分ね、地下からは来ないんですよね。なんでそのまま X まで突っ走りたいと思います。レーダーが鳴らない、レーダーが鳴らない。いけるいけるいける。
はい、来たー。よーし、あっ。はい、ということで大勝利、ジオン国に栄光あれ。はい、ということでこんな感じでございました。うわー、おー、ミカサさん本当にありがとうございます。はい、ちょっとね、酔ってなければもっと良かったんだけど、すいません、酔っております。はいね、のどこし生を飲んで、まあそれはさておき、はい、なんとかね、皆さん、私ね、もうガンダムオンライン始まって以来ずっとなりたかったね、本当になりたかった大将にやっとなることができました。もう嬉しいよ、もう泣きそうだよ本当に。はい、ということでね、はい、大将になってね、はい、いつげ大将を目指すってよっていうね、タイトルの動画をもう今回で最終回ってことになりますね。はい、最終回になりますね、連邦では。うん、うん、連邦では最終回ですね。はい、ではということは皆さん分かりますかね。まあ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 ね、うん、連邦だけで終わるってのもね、面白くないだろうということで、はい、私実はね、ちょこっと始めておりました。実はね、ジオンの方にも私手を出しております。はい、まあ連邦の方は名前イスゲなんですけど、ジオンの方では下水パイセン、もう一度言います、下水パイセンですね、という方がね、いるんですよ実は。はい、それ私でございます、大佐ですね。はい、ということでね、次回からは、はい、そちらジオンの方で、はい、下水パイセン大将を目指すってをやっていきたいと思います。まあ、それとですね、連邦の方はまあ楽しみながらね、ちょこちょこ動画上げていこうかなって思っておりますね、大将ライフ。いやもうね、もう大将とか気にせず気軽に遊んでいきたいと思いますね、連邦の方は。はい、まあ楽しくやっていこうと思っておりますので、どうかよろしくお願いします。ということでね、次回、はい、ジオンで下水パイセンの活躍をご期待ください。はい、ということでね、はい、連邦編いつげ大将目指すてよ完結でございます。本当にね、ご視聴ありがとうございました。はい、最後にもう一度言います、酔っております。はい。はい、でそうだね、はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、はい、悪ければバッドボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォロー等よろしくお願いいたします。ということで、また次の戦場でお会いしましょう。 See you again! バイバイ。